降るときすごい雨が降ってたんですね。今ちょうど止んだところみたいですね。なので綺麗な夜景が見えます。ここにも全然人いないです。ここ今国内線なんですけれども、こんな感じですね。時間も早いですが、いないです。綺麗ですね。私が乗るのはあれでしょうかね。ずいぶん小さい。これかな。いや、こっちですね。いや、小さいですね。人がいないからですか。揺れるかなっていう感じですね。では、おにぎりを食べます。Please watch your step. 動く歩道です。足元にご注意ください。到着しました。羽田です。雷がなんかひどかったみたいで、降りてからしばらく、待たされました。降りてて、飛行機が降りてからですね。着陸してから。誰もいません。一休 .com で予約をしました。こんなんですね。こんなんですね。ここにちょっとスペースがあって。これでですね、13,500円とかそれぐらいだったと思います。皆様必ずご覧ください。ご質問がございましたら乗務員にお尋ねください。荷物は近くの収納場所に入れます。ホテルに到着しました。こちらが入ってすぐですね。このようにバスルームといってもシャワーしかついてないですね。バスタブはないです。シャワーとアメニティもすごい少ないですね。これだけしかないです。日本のアメニティの日本の方がたくさんありますね。今はコロナのシーズンなのでアメニティを少なくと言っています。で、ダブルのベッドです。で、窓からはこのように飛行機が見えます。空港からですね、到着してパーキングをちょこっと抜けたところにあります。こんなんですね。冷蔵庫もありますけど中には何も入ってないです。で、大きなテレビがあってこういう部屋です。ホテルのフロントの方がですね、何を言ってるのかさっぱりわからなかったです、英語が。まあ、マスクをしてるっていうのもあるし、ネイティブの英語のネイティブの方じゃないっていうのもあって、もう何度もはっていう、なんかExcuse me? Excuse me? って言って何度も聞き返しました。ではちょっと部屋でのんびりします。Thank you.
おはようございます。今日で200名です。この後ですね、フライトに乗ってマラガの方に行きます。1泊目が羽田の、第3ターミナルにあるホテルに入ったんですけれども、でロンドンに飛んできまして、ヒースロー、ここ第2ターミナルなんですけど、ここにあるヒルトンですね、ここに入りました。私が最初に予約した時はもうちょっと安いお部屋だったんですね。85ポンドぐらいだったんですけども、多分そこの部屋だとこう窓なかったかもしれないんですけれども、フライトがキャンセルになって次に予約を変更した時に値段がちょっと上がりまして、ですので今ちょっと光で見えないんですけれども、外が、見えます。フライト通常でしたらもっといっぱい動いてるんですけれども、今もう全然ですね。ロンドンって本当にすごい、いつも来るといつも人がいっぱいいるところなんですけど、昨日到着して、3時半ぐらいに到着だったんですね。でその時は到着して私たちの便ともう一つの便でもやっぱりすごい人が少なかったですね。でホテルに入ってちょっとゆっくりして、で、9時までだったら、荷物をチェックインできるっていうんで、で私のですね、そのスペインに入るのに観光客はやっぱり入れるのかちょっとわからないんですけど、やっぱり私のこう中に入っていいっていうステータスを見せないといけないので、その店に行って、でターミナル5に行ったんです。でエクスプレスが走ってまして、ここ5から、23、そしてパディントンに行くっていうエクスプレスが走ってるんですね。でそのターミナル間だったら無料で乗れるんです。で前も乗ったことあるんですけど、それもやっぱりいつもたくさん人が乗ってましたけれども、今日はもう本当に人、昨日はですね本当に人いなくて、で、なんで本数も少ないのかな。でターミナル後に着いたのは8時ぐらいだったんですね、夜の。でまあこっちは明るいんですけれども、ただ人もいなくて、もう本当にターミナル後の方はフライトももう出発しない時間だったので、というか今このコロナでですね、だからもう本当にガラガラで、で荷物持ってたんですけども、スーツケース、本当はスルー、名古屋を乗った時にマラガまで預けられるっていうふうには聞いたんですけれども、やっぱ2日するホテルに泊まってるので、やっぱちょっとスーツケース開けたかったので取りまして、でターミナル5まで行ったんですね。で荷物預けに行って、本当に人少なくて、で通常だったら若ければ空港でね、その次のトランジットまでいるなんてこともできますけれども、今のこの空港の人の少なさではちょっと危ないですね。で帰りまた預けた後、荷物預けた後、またターミナル2まで戻ってきたんですけれども、やっぱり人がいなくて、で結構長いですね、このターミナル、アライバルホールからターミナル、エクスプレスの駅まで行くのに結構地下で長くてですね、動く歩道とかあるんですけども、帰りは本当に誰もいないっていう感じで、怖が反対に怖いですね。昔ロンドンに住んでた時に、もう昔ってほんと30年近くなるんですけれども、その時にやっぱり暗くなって電車に乗ったりとかする時ですけれども、とにかく人がいないところには乗らないようにしていたんですね。車両で人がいる車両に乗らないと怖いのでっていうことで、なんでそういうのを覚えて、そういう怖さっていうのはちょっと覚えてたんで、人が乗らない車両で乗らないようにして行ってきました。で本当帰りも人がいなくて、もう一生懸命早く歩いて、いやこのロンドンがこんなことになっちゃうなんて本当に信じられないですね。ロンドンの空港って言ったら
ギースローって本当にいつも何時来てもなんか人がいっぱいいたのに本当にいないんですね。で、あのお店も開いてないですし、レストランとかもないので、結局ですね、下であのフロントのところにちょっと売店がありまして、そこでですね、カップヌードル、こちらのですね、カレー味なんですけれども、ちょっといまいちですね、やっぱり日本のカップヌードル買ってきたかったんですけども、荷物が入らなかったからもう買ってこなかったんですけど、それと、ソウルビアですね、あっちにあるんですけども、これをやっぱり飲みまして、これですけど、飲んだんですけど、これはあのキャップもうない、ここに物は置いてないんですよね。だからこうあのビールを開けるのもなくてですね、下でちょっと開けてもらってきたんですけれども、であのお水なんですけれども、アグア、あ、グスペンか、あの炭酸ガス入りのお水でした。普通のお水買ったつもりだったんですけど、それとクロワッサンを買ってですね、パックに入ったやつですけれども、それで払ったのが12ポンドでした。高い。それで1500円ぐらい払った、1500円、1600円ぐらいですか、それぐらい払いました。もうあの本当に何も開けないので仕方ないですね。長い休暇というか、日本に帰って休暇といってもですね、日本に帰ってあの美味しいものを食べに行けるわけでもなしですよね。レストランとかもそんなにやっぱり自粛でなかなか行けないですし、友達とかも会うこともできないですし、まあ家で自分でご飯を作って、まあ、あの父にご飯を作ってっていうことで、自分の手料理しかほとんど食べてないので、スペインのバルはあの外です、テラスですので大丈夫ですと思います。ビール飲んでタパスを食べてのんびりしたいと思います。それでは次はスペインに入ってコルテスの村から動画をお届けしたいと思います。では、バイ、アディオース。Yeah.